今スマホ見てますよね。そのまま寝て下腹ぽっこり、反り腰解消、足痩せできて姿勢が改善できるワンレッグレイズ一緒にやっていきましょう。寝たままで足を動かしていきましょう。3、2、1、スタート。片足ずつ動かしていきます。1回ずつ足を下ろしてもいいです。足を曲げたら腰床つけて伸ばす。スマホ見ながら行きましょう。ちゃんと腰を床につけたいよっていう人はこのように肘ついてもいいです。ただずっと肘つくと肘も痛くなるんでどっちでもいいです。 OK。 今度は膝を上げて曲げる。こういう感じ。こういう感じでたまにつま先をピーンと上げてみてください。結構前のももがね引っ張られて痛いと思いますが、これが伸びない人はね反り腰の場合が多いんで、足がピーンと伸びてくると反り腰治ってきます。今度は伸ばしたままで上げ下げ、ずっと右足です。足を上げたら腰を床につける感じです。腰をしっかり床につけます。膝もできるだけ伸ばして。3、2、1、OK。 今度は伸ばしたまま横にひねっていきます。3、2、1、スタート。これは少し膝が曲がってもいいです。1回ずつ足を下ろしてもいいです。ひねって戻す。長い時間足を動かすことがね足痩せにも効果的です。3、2、1、OK。 はい、今度は外に回していきます。曲げたら外に開いて伸ばす。1回ずつ下ろしてもいいです。目玉もやりにくい人は肘ついてやってもいいです。やりやすい方でやりましょう。外から内側に回します。もう少しで反対足になりますからね。足がちょっと疲れてきてると思うけど頑張って。スクワットとかよりも負荷が全然かかってないのに結構疲れますよね。この筋肉が弱いと足が細くなりにくいです。3、2、1、OK。 はい、じゃあ反対足です。曲げ伸ばしです。3、2、1、スタート。はい、肘ついてもね寝たままでもどっちでもいいですからね。スマホ見やすい人はね肘ついた方が見えるかも。上で曲げ伸ばしです。3、2、1、スタート。たまにつま先を上げる。
膝をしっかり伸ばす。ももの筋肉がねちょっと痛いかもしれないけど、しっかり前のももをねピーンと張って、たまにつま先上げる。しっかり上げて腰床つけたらゆっくり下ろす感じです。大きくね動かしてください。はい、今度は外に回していきましょう。しっかり曲げて腰床つけたら回しましょう。内側、はい、3、2、1スタート。そこに回したら内側に回す。内転筋をね鍛えてます。足パカとかよりもね上手に内転筋を使うことができるんで、こっちがいいです。股関節回しながらね内転筋が使えてますから、下半身太りの人にはね、これおすすめです。3、2、1、OK。はい、じゃあ今度は肘つきましょう。今のを両足。3、2、1、スタート。両足で動かします。しっかり腰をね、床につけて、足伸ばしても腰が浮かないように耐えて、足をつく。腰が浮く人はね、肘少し広くしてください。3、2、1、OK。 今度は膝曲げたまま体を振りましょう。しっかりね、これでね、ウエストがしっかりひねれて、腰の筋肉が伸びるんで、反り腰解消、下腹ポッコリにね、これぴったりなんですよ。あと少しですから頑張って。3、2、1、OK。じゃあ寝たままです。両足、曲げ伸ばし。両足伸ばしたらつま先上げる。足伸ばしたらつま先上げる。しっかり遠くにね足を伸ばす感じ。この時に膝が伸びない人はお腹を引っ込めてください。そしたら膝が伸びます。
お腹をグッと引っ込めて腰床つける感じです。3、2、1、 OK、 ラスト、この足を下ろしたら起きる。また足伸ばす。足を下ろしたら上がっていく。しっかり背中を丸めて、足を下ろすと同時に上がる。同時に動こうとすると難しいんで、足を下ろしてから上がっていくイメージです。3、2、1、 OK、 OK。